アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは。スーパーガールズの渡辺小梅です。イエイ。本日私はですね、あの DVD 撮影でグアムに来ております。あの初めてグアムに来させていただいたんですけど、それプラス初めての DVD 撮影ということで、今回の DVD はすごくあの初挑戦なので、こう全力でやったんですけど、ちょっとドキドキしながらも精一杯撮影しました。そうですね、ちょっと彼氏と一緒にこう旅行に来て、でグアムを満喫するというか、そんな感じで、すごくこう同じ目線に立って見てくれたらきっと楽しんでもらえるんじゃないかなと思うので、ぜひ初 DVD なのでたくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。ということで、以上渡辺小梅でした。バイバーイ。撮影中一番印象に残ったことはですね、DVD 撮影が初めてだったので、そのカメラに向かってちょっとこうなんだろう、かしげてみたりとか笑ったりとか、そういう表現をするのがすごく難しいなって感じたんですけど、それをこう試行錯誤しながらやっていけたのがすごく楽しかったです。苦労したことはポーズとかで、普段はグラビア何回かやらせていただいてるんですけど、その時は静止画なので止まったりとかするんですけど、こう DVD なので立体的にこう動かなきゃいけないじゃないですか。その動き方がなかなか分からなくてすごく難しかったです。宮城県でおすすめの場所は私のお家ですっていうのは嘘で、松島っていう場所があるんですけど、日本三景のうちの一つって言われてて、すごく景色が綺麗 で海もあるし、美味しい食べ物もたくさんあるし、すごくいいところなので、宮城県に行ったらぜひ遊びに行ってみてください。キッとする異性の仕草、本当に仕草っていうよりも頑張ってる姿にすごくドキッとして、すごく応援したくなるし、なんか守ってあげたいってなって思います。理想のデートプランはですね、温泉旅行に行きたいです。外アクティブに出回ったりするのが私すごく好きなんですけど、それは友達と行くのが一番楽しいなって個人的に思うので、そういう好きな人とだったらゆっくりと過ごしたいので、温泉旅行だったりとかで、お部屋に2人一緒にいるとかしたいなって思います。今後挑戦してみたいお仕事はですね、でも機会があれば何でも挑戦したいなって思ってるんですけど、一番やりたいのはやっぱ写真集を出したいなっていうのがあるので、今まで出したことがないので出せるようになっていうのと、お芝居のお仕事はもっともっといっぱいやりたいと思ってるので、これから頑張りたいと思います。スーパーガールズの渡辺小梅というんですけれども、DVD を発売させていただくことになりまして、ぜひたくさんの方に見てほしいなっていうのと、これからもグループとしても個人としても頑張っていくので、応援よろしくお願いします。